トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーゴーストデラックスマシンフーディー&フーディーゴーストアイコンの方をご紹介したいと思います。では早速パッケージの方を見ていきましょう。では開けます。まずは説明書が入っております。そしてこちらが中身となっております。マシンフーディー本体とマシンフーディーに取り付けるためのパーツが1つ、そしてデラックスフーディーにゴーストアイコンが1つ、そしてこちらも実はマシンフーディーに取り付けるためのパーツになっております。ではまずフーディーにゴーストアイコンから見ていきましょう。全体このようになっておりますね。色味に関しては白と青が目立つデザインとなっております。上の方を見るとナンバリング番号は13番、ライダーマークはフーディー魂の顔になってますね。そして英字でフーディーと書いております。ではアイコンマーク見ていきましょう。まずは通常マークですね。目が青いのでスペクターのゴーストアイコンとなります。そしてナンバリングマークは13番です。こちらライダーマークですね。フーディー魂の顔になっております。そして必殺技マークですね。必殺技マークはチェーンを破壊したようなイメージのデザインとなっております。これで戻りましたね。ではフーディーにゴーストアイコンとゴーストドライバーを連動しましょう。変身音声はマジいいじゃん、すげえマジシャンです。こちらもなんかラップ調にかけた変身音声になっておりますね。では必殺音声確認しましょう。オメガドライブ大海岸フーディーニオメガドライブ。続いて大目玉デラックスマシンフーディーを使ってバイクの状態にしていきたいと思います。ではまずこちらのバイクの本体になるパーツですね、こちらの方を使っていきます。こちらにジョイントありますよね。これを前に向かせます。そして服になる部分がございますよね。こちらの後ろに穴部分がありますので、こちらの突起部分と合わせます。これでセットが完了です。そしてこれを横に寝かせます。そしてこちらを折りたたみます。はい、するとバイクの姿になりましたね。そしてこちらの頭の部分になるパーツがあるんですけども、こちらに穴が2つありますよね。こちらの突起部分に2つございますので、これに合わせて接続させます。あとはこちらにスタンド部分がございますので、こちらを下に下ろせばデラックスマシンフーディーのバイク状態になります。では全体見てみましょう。全体このようになっております。まさにバイク感半端じゃありませんね。ところどころにフーディーニの鎖のデザインがとても目立つバイクとなっておりますね。ちなみにこちらに角2本ございます。これがね、フーディーニゴーストの顔の部分になっています。そして別売りのゴーストチェンジシリーズ仮面ライダースペクターに乗せることもできます。転がし走行も可能になっておりますね。そして仮面ライダーゴーストとマシンゴーストライカーをご用意いたしました。比べるとこのような感じですね。
バイクのデザインも全く違いますね。とても素晴らしいです。横から見るとこのような感じです。では続いてこのマシンフーディーをフーディーニーゴーストに変えていきます。まずこちらの頭のパーツを外します。そしてこのままバイクを両開きにします。このような感じですね。そしてこちらの服の部分を前に動かします。あとはこの頭パーツを服の上にかぶせます。これでフーディーニーゴーストの完成でございます。では全体見てみましょう。全体このようになっております。とてつもなく大きいゴースト状態ですね。バイクをそのまま背負ってるのでものすごくでかいですね。ちなみにフーディーニーゴーストの顔なんですが、今回目のデザインが書かれておりませんね。いつもなら書かれていますが、フーディーニーゴーストに関しては書かれておりません。本編内ではね、こちらの顔に目がございましたよね。おもちゃの方では書かれておりません。では仮面ライダースペクタートランジェント状態にフーディーニーゴーストをかぶせましょう。まずフーディーニーゴーストの頭を取ります。そしてフーディーニーゴーストの服の部分をこのように上に上げさせます。ちなみに今回もこちらの服の部分にジョイントパーツがございますので、取り付けたりすることができるようになっております。あとはこのままスペクターにこちらの服を下ろすようにかぶせていきます。肩の部分を押さえつつ、こちらの服の部分にジョイントパーツがございますので、これを合わせていきます。反対側も同様となります。はい、これでフーディーニーゴーストをスペクタートランジェントにかぶせることができました。しかしですね、こちらにフーディーニーのバイクを背負ってるわけなんですけども、これが重すぎて後ろに倒れやすいんですよね。なのでこのスペクターのトランジェントの足を後ろにちょっと下げる必要があります。じゃないと自立させることができませんので、ご注意ください。ではこちらの頭パーツありますよね。こちらのジョイント部分を両方ともこのように下まで下げます。するとこのような感じになります。そしてあとはこの角部分を上に上げさせれば、フーディーニー魂の顔が出てきます。あとはこれをこのままスペクターのトランジェントの状態にそのまま上からかぶせれば、仮面ライダースペクターフーディーニー魂の完成です。では全体見てみましょう。全体このようになっております。とてつもなく大きいので回しづらいです。いいですね。とてもかっこいいです。後ろのねバイクを思いっきり背負ってる感がとてつもなくいいデザインになっております。服のところどころに鎖があるのもいいですよね。顔を近づけさせるとこのような感じですね。とてつもなく頭の角がでかいですね。そしてちゃんとフーディーニー魂の顔が描かれておりますね。鎖がバッテン印となっていて、真ん中に鍵穴がございますね。そしてフーディーニー魂にはグライダーモードというモードがございます。では説明しましょう。まずはこの服を着ている状態からバイクの部分ですね、これを取り外します。取り外したらこちらのジョイント部分を折りたたみます。そしてそのまま地面に置きます。あとはこちらに凸部分が2つございます。そしてスペクターの足の後ろに穴が2つございますよね。これに合わせてセットいたします。これでグライダーモードの完成になりますね。全体的にはこのようになっておりますね。ちょっと不安定なところがありますね。こちらの足首の部分がちょっとゆらゆらしちゃうのが気になるところですね。ですがとてつもなく似合っております。ちなみにバイクがない状態だとこのような感じになりますね。では元に戻していきましょう。こちらの頭の部分を取り外します。
そして服の背負ってる部分ですね、こちらのジョイント部分を両方とも取り外して上に上げさせます。これで取り外すことが可能です。ちなみに仮面ライダーゴースト俺魂のトランジェント状態にフーディニーゴーストをかぶせるとこのような感じとなっております。グライダーモードに乗せるとこのような感じです。さらに仮面ライダーゴーストの闘魂ブースト魂のトランジェント状態からフーディニーゴーストをかぶせるとこのような感じになります。グライダーモードに乗せるとこのような感じになります。以上で仮面ライダーゴーストデラックスマシンフーディー&フーディニーゴーストアイコンの方をご紹介いたしました。ついにスペクターが乗るバイクマシンフーディーが販売されましたね。そしてマシンフーディーがフーディニーゴーストに変形し、そのままスペクターと合体することでフーディニー魂になる素晴らしい変形フィギュアになっております。そしてさらにフーディニーゴーストアイコンがついていますね。とても素晴らしいセット内容になってます。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。